ちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。ちょもです。イエーイ。はい、オッケー。ということで、今日も一人でお送りしますくるちょもチャンネル。くるちょもファンの皆さん、今週も申し訳ございません。でも、しょうがないで一人で頑張りますので、最後まで見てね。ということで、今日は先日くるちゃんが新しく購入したトキナーの 23mmF1.4 というレンズを紹介したところなんですけれども、今日もなんとガジェット動画、もう俺たちはガジェット YouTuber になるしかないのか。でもね、今日はだからこそしたいお話っていうのをしようと思います。よろしくお願いします。先日 DJI Action 2というアクションカメラが販売されました。おめでとうございます。待望の DJI Action 2だったんですけれども、大変素晴らしいアクションカムとなっております。ただちょまては買わない。このリーク情報が来た時にくるちゃんからすぐ連絡が来ました。出ますよ、買わないって返信しちゃいました。なぜ買わないかっていうのと、 DJI Action 2が出たことによってここに注目してほしい。 DJI オズモアクション、もう僕はずっと言ってます、オズモアクションはすごいとっていうところですね。まあ比較しつつ、オズモアクション、お前何をそんな言うとんやということでですね、オズモアクションも使って動画とか撮っていこうかなと思いますので、最後までお付き合いいただけたらこれ幸いでございます。ということで、キャッション、レディーゴー。それではですね、アクション2とオズモアクションの製品比較なんかをしていこうかなと思うんですけれども、どちらもアクションカメラという本当にね、小さくて防水だったり、すごい広角に撮れたりして、スケールのでかい映像撮れたりするようなカメラ、アクションカムっていうんですけれども、めちゃくちゃ小さくなりました。アクション2サイズが 39mm×39mm×22.3mm、 対しましてオズモアクションが 65mm×42mm×35mm。 びっくりすることに、重量がアクション2が 56g、対してオズマクションは 124g。 手ブレ補正にロックステディっていう機能がついてるんですけども、オズマクションのロックステディも相当効いてたんですけど、アクション2にはロックステディの 2.0 プラスホライゾンステディっていう新しい手ブレ補正が入ったみたいです。カメラのセンサーも大きくなりました。オズマクションは 2.3 分の1インチ CMOS から、アクション2は 1.7 分の1インチ CMOS。少し大きくなりました。で、まあさらに繊細な映像とかも撮れるようにはなってるんだと思います。レンズがですね、オズマクションも145度の F2.8 っていう、まあ、相当広角なレンズだったんですけども、それを上回る155度 F2.8 っていうレンズがついたみたいです。もう155度なんてもうほぼほぼ180度ですからね。まあ、すんごい広角なんでしょう。で、オズマクションは 4K60fps まで撮れたんですけれども、さらに上を行く 4K120fps まで撮れると。ということで製品比較でした。まあ、2年ちょっとでですね、だいぶ進化してるんですね。まあ、でもなんかその一番の進化としては、やっぱり本当にめちゃくちゃちっちゃくて軽くなったというところかと思うんですけど、ただこれカメラユニット一つの重さなんですよね。で、アクション2ってコンボでこう2つつなげて使ったりもするから、その時にはその重量は倍になるんですよね。だから重量で言ったら、まあ、さほど 10g ぐらいしか変わらんっていう話なんですよ。コンボで使うっていうことになると。アクション2が出たことによって、さらになんかオズモアクションの良さを感じさせられたなと思いましてですね。こちら、久しぶりにオズモアクション使って撮影してこようかなと思います。こんな絵が撮れるんですよ。こんなちっちゃいカメラで。ということで、ちょっくら行ってまいります。チュー、よいしょー、ということでですね、くるちょもパークにやってまいりました。今だからこそいいオズモアクション、どんな絵が撮れるかバンバン試していこうと思います。今日も撮影助手にマロ様来ていただきました。ありがとうございます。それでは行きましょう。ヒュヒュヒュ。マロちゃん、マロちゃん、マロ、マロ、thank you.
疲れたのか。お疲れの模様です。戻りました。すごいですね。やっぱりいいっすよね。ちょうどその時期的には GoPro 7とだいたい同じ時期に出てるアクションカメラですけれども、 GoPro 7っていうのはこの自撮り用のモニターがなかったんですよね。8から搭載されて、だからここもいち早かったし、でも今 GoPro は10まで出てますけども、なんならこの起動の速さに関しましては10と変わらん、ないし点よりちょっと早いくらいの感じなんですよね。オズマアクションが俺好きな部分っていうのはこの起動が早かったりとか、タッチセンサーが敏感に反応してくれる。 GoPro はそこは若干もっさりしてたりするんで、どうしてもね GoPro 俺あんまり使わないんですよ。俺はもう GoPro も7で止まっちゃってます。そこから8、9、10と出ましたけど、やっぱどれもなんかその買う気になれなくて、やっぱり俺はオズマアクションが好きですね。なんなら広角に映るってことで、まあ、フィッシュアイつけてるような感じなんで、これで写真も撮れるんですよ。こんな感じで、こんな感じで、こんな感じですね。だからこれ1台持っていくだけでいろんな写真撮れたり動画撮れたりするんで、オズマアクション2年前のアクションカメラですけども、まだまだいけんなっていうことですね。アクション2は高いし、ちょっと買えないなって方もですね、オズマアクション中古だったら2万円ぐらいでもしかして買えるかもしれないんでね。俺もあんまり最近本当にアクションカメラを使うことすごく少なくなっちゃってて、だいたいミラーレスで撮ったり、ちょっとした映像でも ZV-1 でパッて撮っちゃったりしてたんですけども、ちょっとまたですねオズマアクション熱も今日でついたんで、いろいろこれで広い絵とかも撮っていこうかなと思います。ということですね、まあ、今日は久しぶりにオズマアクションを使って映像を撮ってみて、改めてオズマアクションの良さに気づいたよ動画でございました。ありがとうございました。でもほんまアクション2も欲しいよね。